動かない家族。これは私が家族で海辺にある公園にレジャーに行った時のことです。そこは島のような形が特徴の公園で、敷地内のほとんどは森でしたが、海辺にはいくつか広場がありました。時刻も正午を回った頃、お腹が空いた私たち家族は広場でお弁当を食べることにしました。私たちがたどり着いた広場には錆びたベンチがぽつんとあるだけで人気もありません。木々の陰になっているためか、暗く物憂げな雰囲気すら漂っています。ちょっと寂しいかなと思って場所を変えようとしましたが、あたりを見渡してみると、私たちのような四人家族を発見したため、そこに決めて腰を据えました。しかしほどなくして異変に気がつきます。その場にいた四人家族は並んで突っ立ったまま海の方を眺めていたんですけど、全く微動だにしません。後ろ姿から推察するに、父親と母親はいずれも中年くらいでしょうか。娘さんは高校生くらい、男の子もいて中学生くらい、服装も普通でどこにでもいそうな家族です。ただおかしいのは、横に等間隔で並んだまま海を向いて全く動きません。これは人ではなくて人形なのかとも思いましたが、さすがに人形と生身の人間の区別はつきます。後ろ姿は確かに人間でした。仮に人形だとしても、そこへそんなものを設置する意味がわかりません。まさか幽霊？ですが、私を含めて家族全員が見ています。家族も皆その四人を見て、何をしているんだろうねと首をひねっていました。声をかけたり、前から見てみようかとも思いましたが、あまりにも異様な雰囲気で行動する勇気が出ません。もしもこの家族が振り向いてその顔を見てしまったら、私たちは無事では済まないのではないだろうか。そんな妄想が脳裏をよぎります。怖くなった私たち家族は、昼食を急いで食べた後はすぐ帰ることにしました。公園から出る際、その広場をもう一度見てみましたが、やはり同じ位置で同じ方向を見ながら、四人は立ったまま動きませんでした。そして遠くから眺めて初めて気がついたのですが、その広場以外は人で賑わっていたのも不思議でした。緑色の男性。これは私が中学生の時に仲のいい友人の家に泊まりに行った際の出来事です。
その友人の家には何度も泊まりに行ったことがあり、馴染みがある家でした。建ててからそれほど時間が経っていない綺麗な家だったんで、怖い雰囲気を感じたことなどはありませんでしたが、一つだけ気になることがありました。それは、家から道路を挟んだ向こう側に、たくさんの墓地とお地蔵さんが置かれていた点です。昼間は何も感じませんでしたが、夜中に外に出て花火をしていると、墓地の方から誰かに見られているような気がして、霊感と言われる感覚がない私でも、ゾクッとして何度もそちらを振り向いてしまいました。そして夜も深まってきた時のことです。私以外にも別の友人が来て泊まらせてもらっていたんですけど、夕食後三人でテレビゲームをしようという話になりました。一緒に泊まりに来ていた友人がテレビゲームを準備し始め、その時にはもう一人の友人、その家に住んでいる女の子です。その子はトイレに行っていて、部屋にはいませんでした。私はゲーム機を準備するのを手伝わず、めんどくさそうに準備をしている友人の背後からカメラを向けて撮影しようとしていました。当時流行っていた使い捨てのカメラです。友達と遊ぶときにはいつも持ち歩いていたんですけど、その日持っていたカメラの枚数が残り3枚ほどだったため、使い切ってしまおうと思い、その友人の背後からパシャリと1枚写したんです。友人は撮影されそうになっていることに気がついて、少し振り向きかけたその瞬間を撮影しました。その時、テレビの画面は確かに消えていましたし、テレビを切った瞬間というわけでもありませんでした。撮影時には何の変化もなく、勝手に後ろから撮影された友人は結構怒っていたんですけど、その後は笑い合って終わり、トイレから帰ってきた友人と三人で普段通りテレビゲームをして遊びました。本当に何も異常なんてなかったんです。怪奇現象もなければ、何か気配を感じたわけでもありません。友人の家に泊まってから数日後、私は使い捨てカメラをカメラ屋さんで現像してもらって、自宅に帰って写真を一枚一枚確認しながら、ああ、こんな写真も撮ったな、と笑いながら見ていました。すると、一枚の写真に目が留まりました。意識したわけではなく、誰かに引き止められたような感覚でした。その写真は、あの、ゲーム機を準備していた友人を後ろから撮影した写真でした。写真には、確かに消えていたはずのテレビ画面の真ん中に、緑色の男の人の顔がはっきりと映っていたんです。その男性は両目と鼻があり、下半分の口から顎の部分だけが消えていて、手前にいる友人ではなく、カメラを向けている私の方を見つめていました。私はその緑色の男性と目が合った瞬間に悲鳴を上げ、体を震わせながら、隣の部屋にいた両親に泣きついて叫びました。人生で初めて撮った
心霊写真でした。その写真を見せた両親も不気味がり、この写真は持っていない方がいいと言われました。念のためにその日一緒にいた友人二人にもその写真を見せ、あの時私たち以外の誰かがあの部屋にいたかどうかを確認しましたが、誰もいなかったし、テレビの画面も確かに消えていたということで、改めて震え上がりました。私たちが恐怖のあまり教室で叫んでいると、当時担任をしてくれていた先生が話に入ってきて、その写真を見せると、先生も、その、この世のものとは思えない恐ろしい顔に恐怖し、叫んで写真を放り投げそうになるほどでした。その後、この恐ろしい写真をどうするか、三人で話し合った結果、私の自宅のそばにあるお寺で、供養をしてもらったらいいのではないか、ということで決着。両親にも勧められて、数日後に、その写真をお寺で供養してもらうことになりました。ところが、さて、いざ、お寺に写真を持って行こうと決心した矢先、忽然と消えてしまったんです。私は写真をなくさないようにと、確かに机の引き出しに入れていました。なのに本当に忽然と、その写真だけが消えてしまったんです。その写真はいくら探しても見つからず、未だに発見されていません。まるで供養されることを拒むかのように、その緑色の顔をした男性は写真とともに私の前から消えてしまいました。私は心霊写真が撮れてしまった恐怖と写真が消えてしまった恐怖が重なって体調不良になり、何日か学校を休むことになりました。後日聞いた、泊まらせてもらった家のおばあちゃんの話によると、家の近くにある墓地から伸びる霊堂の上に、ちょうどそのテレビがあったのだと言います。あの、私を見つめていた緑色の男性は、私に何かを訴えたかったんでしょうか。写真は消えてしまいましたが、あの男性の悲しげな視線は今でも忘れることができず、記憶の中に残っています。男性の魂がいつか成仏されることを祈るばかりです。午後からのあなたの運勢を占う午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃんけんポン。今日の私はチョキを出しました。ですのでグーを出したあなた、午後からのね、楽しい時間をお過ごしください。ちゃんと動画もありますからね。そして今日のラッキーアイテムはですね、紅茶でございます。紅茶。紅茶ですね。お茶というか紅茶です。まあ、紅茶もいろんな種類ありますからね。紅茶。ぜひ紅茶を飲んで、寒いですからね。温まってください。ビバ紅茶。ということで、意味わからんね。そういうことでね、皆さんお花婿でございます。もうすぐね、クリスマスですからね。クリスマスはライブありますからね。では、またね。